今回の動画は2017年モデルキャデラックエスカレードプラチナムです。さあエスカレードの加速いきます。はい、こんな感じです。いつもロペライチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回インプレッションするお車は2017年モデルキャデラックエスカレードプラチナムをレビューいたします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは待望のエスカレード、はいはい、前回はですね、カマロインプレッションしまして、はい、ね、カマロといえばミノノさんが以前乗っていた車でもあり、はい、で今回2017年モデルのエスカレード、こちらもミノノさんが過去乗っていた車の、まあ、この1個前の方ですけどね。そうですの、今出てるやつ後継版っていうんですか。そうですよね、はいはい、なんでド現行は今新しくね多分出たばっかりかなっていう、今発表されて今年の冬にアメリカで発売されるはずなんです。そうなんだ。なのでまだこっちが販売されてるような状態。なるほど、そういうことですか、はい、いや、ミノラさんってねちょっと最初アイスブレイクしますけど、はい、あまりちょっとそうですね、こんな言い方も失礼かもしれないんですけどもあまり正直でないところがあるんです。はい、正直でないっていうのはレビューが正直ではなくて、まあちょっと少しひねくれたところがありましてはい、好きなのに好きって言えないもの人なんですよ、はい、どちらかというと、はい、好きなことを嫌いじゃないっていう表現をしたりするんですけど、はい、そうですね、レビューしてともう何も言ってないのに、はい、ちょっとさっきねこの車を触ってたら、はい、聞いてもないのにあ好きって、はい、聞いてもないのに自分から、はい、あ好きって言ってたからね、無意識に言いました、ね、言ってたよね、はい、だからあ本当に好きなんだなと、はい、で今までレビューする前にもちょっと下準備で一応この機能こうだなって調べてたんだけど、はい、もう自らですよ。はい、違います。言い訳させてください。いいですか？はい、いや本当に買おうと思ったんです。思ってるんですまだ。あ、このモデルを。はい。なるほど。だからこそなかなか入ってこないんで、ある時こそきちっと見とこうかなっていう。でもね本当に目がね輝いてた、はい、なんで今ちょっとお客様の気持ちになってたんです僕は今までもなったよまあそうですね、でも今回特に大好きなね、はい、これは嫌いじゃないじゃなくても大好きなんでしょ、好きです出ました、はい、ね、ということで、はい、まあ愛車になるのかわからないですけども、はい、まあ、最近乗り換えたばっかりなんでね、そうですね、はい、はい、ちょっとレビューをしていただきたいと思いますが、はい、まずスペック紹介よろしいですか。はい、こちらの方が 6.2 リッターV8 エンジン、カマロと一緒。一緒です、はい、パワー出力の方が426馬力、あ、ちょっとこっちの方がね、パワーが弱いですね、馬力が、フルタイム4駆ですか。なるほど、はいはい、で、トルクの方が 63.5。 なるほどですね、多分パワー出力的には、ま、自分が乗ってたやつとほとんど変わらないです。ミノさん何年モデル？2013年モデル、はい、のエスカレードの、あれはスポーツエディションっていうアメリカ、今日本でも出てますけど、当時アメリカで出てたやつ。なるほど、はい、トラックのね、はいはい、エスカレード乗って、まあ、普通のベースサイズのやつ乗って、ね、じゃあ次はもうロングしかないんじゃないかと。これロングなんでしょ。これはいや、あ、ロングじゃないのこれは、はい、あ、そうなの、これで、はい、これで長っ。これサイズはいくつか分かる。これで 5m、20です。あ、そうなんだ。じゃあレンジローバーのオートバイオのロングとそんなに変わんないぐらいな感じなんだね。いやでもね、かっこいいよね。かっこいいぞ、かっこいいぞ。アメ車ってかっこいいよ、うん、このだってこの何ですか、マルファードとかもそうですけど、うん、グリル、あ、グリル、そうなんだ。グリルがかっこいい。この5連のヘッドライト、ね、このライトはかっこいいですよね、はい、グリルはなんか俺もう別に、あ、でこれグリル、僕らと前の違うの分かります気づかないですよねあ、丸いエンブレム、
前の。そうです、あの昔葉っぱみたいなやつだったんですけど、うんうんうん、これが新型のやつはこれに変わったんですよ、うん、どういう風に変わったってこと？あのこれプレミアムっていうか、もう一つベースのやつは、はいはい、これが前のやつと一緒なんですよ。あ、ちょっとあのちっちゃめのなんか丸っぽいやつだったのがこれに変わったんで、これがいい、それでグリルがかっこいいってことなんだ。これがいいと思って、ね、僕は多分分かんない、そういう目線持ってなかったんで、グリルのなんかこういうデザインとか、はい、その辺がいいのかなと思ってたんだけど、MM、どちらかというとグリルの中でエンブレムのところなんだね、MM、はい、大事なポイントは。そう、色白ですけど、パールホワイトですけど、あ、黒がいいです。あそこは黒がいいですか、はい、なるほど、黒がいいです。あの白似合わないってよく言われるんだ。さあ皆さんどうでしょうか、似合うと思う方はいいねボタンお願いします。で悪いの多かったらどうしようっていうのはねありますけれども、はいはい、いやそんなことないと思います。いやもうダメですね。ダメですね、ダメですね、硬いねそこは、はい、はい、じゃあということでまず外装を見ていきますけど、はい、まあこのヘッドライトがね、これミノンさんの前型のやつってこういうライトじゃなかった？3連は、普通のやつです、ベースが。あー、いや5でプラチナムのになるとこの5連の LED。 へー、なるほど、はい、プラチナムっていうのが何でしょう、他の車で言ったらエクスクルーシブパッケージみたいな、あ、そういう豪華グレード、そうです、豪華装備ってことね。はい、わかりました。じゃあちょっとサイド回ってみましょう、はい、ホイールは22インチ。22インチですね、メッキなのね、やっぱね、メッキなんですね。はい、そして鍵、こういう鍵です、はい、こういう鍵です。あれ、このさ2回押すボタンってこれ、あ、どういうことこれ、これ、どれですか、あ、これこっちですか、はい、これ2回押すと、こっちはリアの、トランクゲート、はい、こっち、ガラスハッチ、あ、なるほどね、はい、ね、ちょっと1回、じゃ あサイズは、タイヤサイズはフロント285452、一緒です、一緒です、285452。ミノさんの前乗ってたの 22? はい、22です。あ、なるほど、はい、どうでした、22インチ。あの僕ホイールが大きくなってなんか乗り味が変わるかってよく聞かれるんですけど、うん、全く変わんないです。あ、初代ってもうちょっとホイール小さかったよね、黒くて、あ、一番最初の僕だった、そうそう、あれは20インチ。あ、やっぱそうだよね。で多分標準、その当時の標準のやつで18インチかなんかだったんですよ。18インチだったらだいぶちっちゃくなっちゃう。ちっちゃいですよね。あ、でタイヤが分厚いやつ、じゃあ開けていいですか。はい、普通に開けていいんですかこれ。普通に、もう一つの方法でお願いします。あ、え、何いや、わかんないですけど、普通以外に何かあるのかなっていや、あるのかなと。ないです。はい、電動でね、はい、これでもさ、小さいお子さん危ないよね。僕いないんでわかんないです。え、そう、そういう問題だって多分、あ、子供ってあこれくらいの身長でってこと。そうそう、子供って多分自分で開けるとかってね、多分言うと思うのよ。はい、アルファードの時だって自分でボタン押してピーって開けてたもん。で開けるって言って、ちっちゃい子がこうやって開けた時にだって、ここ気をつけないよサイドステップって。はあ、はい、あると思う。でもあった方が乗り降りは楽ですよね。うん、楽かもしれないけど、でも前なんかのレビューでもお話ししたんですけど、これでね、なんか膝を骨折したって方いましたよ。ガソリンスタンドかどっかの店員さんが、はい、なんか多分足をこうやって入れてたんだろう。はい、多分。あ、え、ここに挟まれたってことか。え、どっちにどうなったのかわかんないんだけど、多分こういう風に足を置いてて、あ、じゃあってやった時にパキッて、へえ、あったみたいです。はい、そう、あ、そう、エスカレードを下取りしたお客様にそれ言われた。サイドステップ気をつけてねって。あ、いや、もちろんですよ。あのスタンドのお兄さんはこれで骨折しちゃったからって。あ、いや、そうなんですね。っていうのがありました。はい、でちょっと内装乗ってみてください。内装ベージュおしゃれだね、これね。これ白にベージュっていいね。はい、失礼します。あ、どうどうですか、似合ってますか。まあ今日の格好になんか似合ってるね。ちょっと茶色の靴に、ね、ネクタイもなんかちょっとねベージュ系だし、うん、似合わないっていう人はバットボタン冗談です、それは、はいはい、
で、エンジンもかけてもらっていいですか。あ、はい、はい、あ、いやね、ミノさんさっきね、コラムシフトがやっぱいいなって言ってたけど、なんで？コラムシフトの方が、うん、操作しやすい。あ、そういうとこ？はい、あ、メーター？こっちがスッキリするじゃないですか。あー、メーターもちょっと変わったよね。あ、ちょっと上のそこなんだ。あ、そこなんだ。え、これ普通はさ、ボリュームアップダウンこうでさ、はい、こうなるのにさ、上下なんだね。上下なんですよね。内装変わったよね。変わりましたよね、これ。よくエスカレート乗ったからわかるけど、はい、ちょっと違うね。違いますよね。そしてプラチナム、これ大事ですか、やっぱり。プラチナム、うん、大事です。プラチナムね、はい。新宿のプラチナムじゃないからね。何ですか、それ。何ですか、それ。なるほど、はい、で後ろ、あー、いいね、こういう感じだよね。はい、向かい来ましたよ。後ろも乗ってみたいと思います。ちょっとじゃあサイドステップに足を失礼させていただいて。あ、いいね、この天井も。パノラマルーフとかっていうのはあんまないんだね。パノラマルーフってないんじゃないですか。あ、こういう感じ。これシートポジション合わせてみて。あ、はい、ちょっと待ってね。で、僕の足はこんな感じでゆったり行けます。はい、こんな感じです。で、天井やっぱ低いね。やっぱね、アルファードと比較しちゃいけないかもしれないけど、ね、アルファードやっぱ天井高かったなって思う。 あんまり気にならないですね、僕は。そうで、はい、フィリップダウンモニターがちょっと近いもん。あ、言ってましたね。そう、あ、手動。あ、なるほど、トヨタ車はこれは電動だったけどねそうするとさ、後ろのミラー全然見えないでしょ。バックミラーは見えないんですけど、はい、なんと多分、あー、それね、好きなんでしょ、それ。これで見れるって。もう、そう。そして今ね、視聴者の方はそのバックミラーが、あ、そういう風にモニターになるんだっていうことよりも、はい、前にニスモが止まっているっていうことを結構今ね、気にした方多いと思いますよ。あ、そこなんだ。その方はいいね、お願いしますはい、という感じですね。またこれも手動で閉めるんでしょうね、はい。あ、はい、という感じです。そして、じゃあミノワさん、はい、なんか懐かしいね、エスカレートのレビューはね、はい、じゃあ3列目乗ってみましょう。3列目乗り方は、チャレンジの乗り方ですか、はい、乗り方、あ、倒して、はいはいはい、どうぞ。俺が乗るか、結局。あ、僕乗りましょう。あ、いいです、失礼します。おお、こういう感じでね。はい、でまたちょっと2人で仲良く乗ろうか。あ、はい、失礼します。こういう感じですね、はい、あ、これ一回倒したらいいですね。あ、倒しましょう。じゃあそしたら、はい、ちょっと失礼しますね。今度は壊さないでよ。あ、足が、ね、今度はでね、結構ね、分かる人はでも今笑ってると思う前回絶対あれ壊しただろうって言われてたからねああ、どうですか。まあ乗れないことはない。乗れないことはないんじゃないですか、ね、膝はこういうこんな感じですけどね、はい、いや、なんか僕体育座りしてる感じなんで。1、2、3、4、一応じゃあここにもう一人いるわけですね。そうです、7人です。ちょっとじゃあセカンドシートも乗ってもらっていいですか。子供は、子供はここを行き来するんでしょうね。ね、よいしょ、こういう感じどうですか。あ、いい、2列目いいっすね。僕も2列目、こういう感じで、ちょっとビジネスシーンみたいな、はい、大統領的な。でも大統領はこういう感じじゃないでしょ。なんかもうちょっとVIP仕様があるんでしょ。ここがないんじゃないですか。こっちが豪華なんじゃないですか。わかんないですけど。で、このね、ヘッドレストモニター。これは角度調整できるんだね、当然。ね。これ何の意味があるんですか。ここ、ここの、あ、物入れみたいな。いや、物入れるんでしょ、これ。はい。どれ本当だ、確かに。うん。これだと外れた。硬いってやつですね。硬い。エアコンの調整もあって、はい、はいはい、こうあって、ここにもエアコンのね、吹き出し口があるわけですよ、はい、うん、で窓開けて、それで手を振ると、あ、珍しくない？ここフルで窓ガラス下がるのって。だいたい SUV のさ、2列目ってなんか3分の1くらい残ってる、ね、このくらい残るけど、これ全部行くんだね、はい、で、ドリンクホルダーがここにあるよ、ドアポケットに。すごいじゃん。本当だ。でこれ 500ml 入ります。入
入るんじゃない？一応いいね。でもさ、ここに入れて、はい、缶コーヒーかなんか入れた瞬間にドア閉めてピチャンピチャン。昔はここだったじゃないですか、一つ前は。確かに、はい、カップのコーヒーとか入れた日には大変なことな、大変なことありますよね。ピシャーってもう、はい、あの急カーブ曲がったりしたらね、そこだけ気をつけないといけないですね。オッケーですね。オッケーですかね。はい、オッケーです、はい。じゃあトランクですか。ね、大好きなトランク見てみましょう。はい、あれ鍵持ってる？持ってます。あれ2回押してみてよ。狭っ。狭い。まで、ここのボタン。これですか？これで。長押し？あ、僕ずっと閉める方を押してたんだ。こういうことですね。高いね、ここ。何が入ってるんだろうね。ここにエスカレードの傘があります。新品じゃないですか。ロールスロイスの時もね、あったけど。ほら、やっぱあるんですよ、こういうのが。うん、ね、これをこう綺麗にすれば使い方いろいろ。例えば僕はもうゴルフボールがバーッと入ってるとか、なんか重要な書類がここに入ってるとか、なるほど、いろいろね。そうです。でこれ隣のさ、かける2のボタンは何ですか？これは2列目も、はい、寝れます、ね、ここで寝ないですけど。すごいね。これすごくないですか？え、知ってたの？はい。あ、本当？はい。あの、自分のやつはできるかわからないですけど。起き上がる時も自動？それはさすがにないんじゃないですか。今確認しられてるでしょ。本当知ってた？あら、あら知らないでしょ絶対。両方やってみた。本当もうね、こういうとこだからね。でもこれは使わなくないですか？さすがに。で多分戻すのは手動です。やってみてください。なんでその振り方。偉そうに振ったね。あれ、こっちは、あ、こっちはやっぱどうしても電動なんだね。はい、あれ、これは、あ、これです。あ、なるほど。これをこっちにする。あ、なるほど、いいっすね。いいですね。一応じゃあ戻しておきましょう。はい、ここのボタン、これが電動っていいですよね。うん、私にはついてなかった。あ、閉めるボタンがなんかちょっとあれだね。あ、あの、なんかうんうん、なるほど。優しいですか？優しい。上に行くんだ。止まる。上下。あー、なるほど。皆さん、ここ開けてください。これね、前回のエスカレード編で勉強しました。なんでこれがあるのか。はい。お、なんて言ったか覚えてる？物を入れるため。そうそうそう。なんだろうか、最近分かったんですよ。はい。物をやっぱこうやって入れられるからいいっすよね。はい。って。なるほどねって。はい。いや、アメリカンな感じ。すごいね、これワイパーはここに。ね、残るんだね。こう窓が閉まると、ここにワイパーがある。ああ、そういう。プレイ。プレイ。あ。そうやってすぐ。あれ、これってさ、リモコンキーじゃないと開かないってことだよね。いや、ここで開くはずです。あ、ああ。こっちに、この状態でこれ開くの？開くのかな？
それはやればわかります。やればわかる。え、大丈夫？なんか大丈夫よこれ。で、あ、ワイパー当たってるよねこれね。絶対ワイパー当たった今この辺に。なんかちょっとちょっとなんか信頼できない感じだね。はい、はい、じゃあライトチェックいきましょう。はい、大丈夫。はい、はい、まあまあ2つで、うん、吹き上がりいいねでもね。はいはい、はい、ではロースモールいいですか。あ、これスモールです。はい、あ、ローじゃないよ、ロー、ハイビ、ん、ポジション、今それポジション、これローでポジションです。あ、はいはい、でロー、あー、これね、これが好きなのね。で、はい、はい、え、はい、そこ、はい、パッシング、そこなんだ。じゃあハザード、あー、そういうプレーで、優しい本、優しい本できないね。なるほど、 OK です。じゃあ後ろ行きます。はい、じゃあライトオンね、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、はい、でブレーキ、はい、バック、はい、ハザード、はい、リアフォグ、リアフォグどうなの、ついてんの、もう明るくてわからない、見えますか。ああ、下ね、下、はい、ついてます、 OK です。はい、じゃあエンジンルーム開けましょう。やっぱヘッドライトにさ、その車種名が入るとかメーカー名が入るっていうのは結構今主流なんだね。主流なんですかね。よいしょ、お、お、なんか言っていいですか、前よりか中に入った記憶がします、気のせいですけど。こうやって見るとスカスカですね。ね、 V8 の車が大きいからかもしれないですけどね、こんなエンジン積んでてスカスカってすごいね。すごいですよね。うん、わかりました。ぶつけられても頑丈、頑丈だと思いますよ。それでは二郎さん大好きなエスカレード、はい、プラチナム、こちらの試乗に入りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。これ、あ、これ、はい、エンジンかけただけだし大きいね。そうですか何を、いや、落ち着くな、その言い方、俺のバカ殿パクってるなこういう感じ、ちょっと高めに設定しとこう。やっぱりちょっとね、ちょっと熱いですね。あ、こういう感じ、タッチパネル、あ、ちょっと押すんだ、あ、一緒に動くで、コラムブレーキですか、足の長さ大丈夫、はい、あ、すごいな、エスカレードなんて俺本当にミノナさんの車ぐらいしか運転したことがないんで。ミラーがなんかこんな感じなんだ。確かにミラーがなんかちょっとちっちゃくなりましたね。縦長なのかな、心なしか口数多い気のせいです。あれ、どこ見たらいいの、あー、ここか、で、はい、D レンジ、はい、はい、で、サイドブレーキはボタン、はい、それでは出発したいと思います、はい、一応カメラもチェックして、
出るときにぶつけ出してると結構面白かったですけどね。そうだよ、ね、絵的に。絵的に、はい、ミラーちっちゃいね。やっぱ、同じこういうカメラ映像でも、うん、アルファードとなんか違いがあるんですか？全然違う。アルファードが大きかった。これ GTR ぶつけるか V ぶつけるかどっちか選択しろってこと？はい。これでどう？そんなに70メートルぐらいです。一応ウインカーとか出しちゃうよ。うん、うわ大きいやこれ。あ、でもあのアラウンドビューカメラあるから全然大丈夫じゃないですか。いや、あんまりこれ見てさ運転って難しくない？まあ確かに。おお、おお、おお、うん、ああ、ハンドルの遊びが多いね。これくらいやっててもまだまっすぐじゃない普通に、うん、まあね、そういう車でしょうね。そうですよね、レスポンスがいいとか。かなりこうしたら、ああなるほど、やっぱこっちの方がいいね。慣れてるか、こっちは。これナビは携帯とリンクさせるナビ？あ、いや、あの後付けで、入ってます。後付けなんだ。はい、はい、こんな感じです。おお、いいね、見やすいね。そして静かだね。ミノさんの車の時エンジン音が結構さ、しましたか？したした。うわぁ、ガラスが二重になってますよこれ。あ、二重じゃなかった前は。だった気がします。へぇ、プラチナムだからかね。でもね、アルファードのエグゼクティブラウンジはフロントは二重ガラスなんだよ。やっぱそういう作りなんですね。そうだからね、フロントガラスだけ高いんです。割られたやつ、割られたでしたっけ。そうですね、一回いたぐらいあって。でも前は割れなかった。やっぱすごいんですね。うん、今日はこういうルートなんですね。ええ、やっぱ運転しやすいんだろうな。よく喋るね今日は。あ、ブレーキ柔らかい。あ、これがさ、昔言ってた水野さんがなんだっけ、これがサイドステップの電動だっけ、はい、前ここにあったんだよね。で、携帯とかお財布を置くと、はい、それがなんかスイッチオフになって使えなくなる。それ、あ、これはあれです。ブレーキペダル。あ、ブレーキペダル、どれで、押せない、動いてるの、ブレーキ踏んでるから。ブレーキ、あ、今ドライブモード入ってるからじゃないですか。パーキング、ああ、本当だ、動いた。なるほど。これ、たまにさ、あ、ブーブーっつった今、何？あ、え、バックにしたからかな、ブーブーっつった今。急に話しましたね。テスラのモデル X がブーっていう機能あったけど。うわぁ、おっきい。でも、これを確かブーブーで車線逸脱とかのやつで何かあったんですよ。あ、そう。これやっぱあれだね、こういう大きい車をスイスイ乗りこなしてる男性がかっこいいっていう気持ちはよくわかるわ。カノちゃんが言ってた昔。あ、そうなんですか。そう、大きい車が女性は好きじゃん。あ、好きですね。まあ、好きな方が多いでしょ、はい、なんでっていう理由はやっぱ自分が運転できそうにない大きい車をスイスイこうやって運転して駐車場もパンって決める姿がかっこいいっていう。一発でいけるかな駐車場。だからさっきの話のランニングボード、はい、これ変わったっぽくて、はい、ちょっと待ってね、あのここで操作するようになってました。やってみて。オンオフ。オンとオフってどういう違いがあるのこれ。オフにするとあのランニングボード出てこないです。なんで、あ、飛び降りる感じです。それやっぱ美濃田さんがよく言ったからじゃない、あそこのレビューで。あ、携帯を置くと、財布を置くと、はい、勝手に動いちゃうって。そういうことなんですかね、うん、お客さんがよく電話かかってくるって、まあ、壊れちゃったんだけど、はい、あれ、もしかしてここに財布、携帯置いてないですか、置いてる、ですよねそれ、そうなんです。それは面白かったね。
です。こっち回ればよかったかな。そうなんです。大丈夫だよ。あれで、うちのファクトリーの人にご迷惑かけたんで。あ、そうなんだ。わざわざ見てもらったんですよ。どこもおかしくありませんって。そんなはずないと思ってたのに、そのスイッチだけだったっていう。あ、車高高いね、このゲレンデより全然高いわ、この見晴らしは。あ、足回りは？足回りは G の方がいい。しなやか。この辺は何が入ってるんですか？これ携帯が入ってる。携帯が入ってる。これどうって？あ、です。ああ、ドリンクホルダー。あれ、なんか冷蔵庫がついてるんでしょ？これ冷蔵庫ここに入ってついてます。オープンっつって。あ、冷たいって感じ。本当？はい。本当だ。音声が冷やされて、もうお風呂も冷やしたいぐらいだね。子供さんに冷たいジュース。ちゃんとここに電源があって。あ、ヒーターとクーラーってこと？あ、電源のオンだけだと思います。クーラーだけですもんね。メタルクーラーって、まあ、よくなんか壊れそうなイメージありますけど。あ、そう。あ、F ペースだ。いいね、緑。やっぱね、新車で買ってそんな感じするんだよね。あ、意外とさ、大きい割には操作しやすいね。乗りやすいと思いますけどね。皆さん最初心配しません？大きくて乗れないかもしれないって。そんなことはないんです。でもこのサイズ感は僕はいらないな。キャンプ行くとき必要じゃないですか。行くときだけだったらいいけど、普段乗るにこの大きさちょっとさ、高島屋の駐車場とかさ、大変だよ。高し…いや、違う、逆なんすよ。あ、じゃあこの車こちらに止めてくださいって誘導してくれますよ。あ、例えばディズニーランドもなんかね、違ったって言ってたよね。エスカレートでディズニーランド行った時にこっち側止めてくださいって言われたって。あ、そうでしたね。はい、誰と行ったかっていう話もね、ありましたね、そういう話も。あれ、ライトがついてる。あれ、ライトってそもそもどこ？ あ、ここ。そちらに。あ、そちらに。この HUD っていうのは、はい、ああ、そうだよね。ヘッドアップディスプレイか。それがついたんですね、ついに。あ、高さが調整できる。ハンドル軽いな、これ。軽すぎる。っていうか、ブレーキの効きが弱いね、これ。前もそうだったじゃないですか。そうだよね、だってさ、ぶつけたもんね。ぶつけましたね、止まんないっつって。ちょっとさ、踏んでいい？ここでですか？うん。あ、ブレーキ踏んでください。ここで加速するなと思って。あれ、これここ押すと、はい、何これ？あの、牽引。あー、トレーラーとか後ろに、はい、そうです。え、押すモードになるってこと？そうです。押したらどうなるの今？押しても何も変わんないで。あ、マークがついた。はい。あー、なるほど。これたまにさ、ウインカーとさ、間違えたりしない？しない。しない。それはない。だって S クラス乗った時そうだったじゃないですか。まあ S でもそうだけどさ、国産と乗って、エスカレート乗ってみたいな。はい。あ、間違えた、ウインカー、あーみたいな。なんないっすよね。それはない、さすがに。たまに何速にあのどこに入ったか分かんなくなる時あるんですけど。ああね、そんな感じはするね。ああ、なるほど。ああ、なんかでも緊張しちゃうね、この大きさ。なんか 4x4 でも運転してるかな、気分ですよ。確かに最初疲れそうですよね。うん、疲れるね、最初は。最初だけなのかな、疲れるの。ですよ、慣れた頃にぶつけると。あー、納得。はい、これ何なんですかね。マイクじゃないですか。着座センサーじゃない、マイクここについてるよ。マイクついてるってことは、ちょっと、あー待って、ブレーキがやっぱちょっと怖いね、ここで。あ、利用不可能、ちょっと。あとなんかこっちの辺で面白い機能とかないの？あ、ん？ Bluetooth が。車の中ではそのお手伝いはできません。
あーなるほど、今 M 座 iPhone がつながってて、あ、なんかそこでボタン押しました、うん、あ、Siri だ、ある意味。なるほど、クルーズコントロールやろうとしたんですね。ですけど、右見やすいですか、見れますか。うん、見やすい。すみません、よくわかりません。あー、繋がってんだ、これ。なるほど。聞いてる。純子に電話。連絡先。危ない。いや、まず純子っていないですけどね。いや、わかんないし。エリに電話とか、エリとかいそうだよね。エリいるかな、ちょっと確認しようかな。解除します。あ、ホイールもかっこいいね、キラキラしてて。これもかっこいいんだと思うよ。走ってるとかっこいいんでしょう ね。僕でも後ろの姿が好きなんですよ、この車。うーん、あー、これブレーキちょっと怖いな、やっぱ慣れないと。これってさ、スポーツモードとかはないの？ありますよ、ここで。あ、そっちで選ぶの？はい、今あ、ツーリング。はい。あー、スポーツ。これここのその機能自体は僕、正直初めてなんでよくわからないんじゃない？あ、そうなんだ、前はついてなかったの？モードにスポーツモードとかそういうのなかったですよ。あ、加速してるけど、うん、まあ速くはない、ね、でも踏むと速いんですよ、意外と。そう、なんかこれと比較する車って何でしょうね。 GL? GLS? S の550とかですか。うん、うん、このなんか踏んだ感じがなんかあれだね、 SOHC って感じですよ、なんかこの本当のところは分かんないですけど、エンジンが。あー、エンジンのことですか。そうそう、あ、 SOHC って感じなんですね。早いな。うーん、これやっぱさ、乗れるとこういう感じでやっぱ運転するわけでしょ、みんな。そうじゃないですか。こっち、いい、僕逆にこっちが多かったですけどね、左が。こういう感じで。あー、マジさ、ちょっとさ、スノボー来週また行こうね。タンクトップ着て出た。もう、いや、このタンクトップじゃない、この車のタンクトップもいいんじゃないですか。あ、あり、はい、ありちゃんじゃないですか。一番いいのはやっぱスーツ。いやでも白だからちょっとカジュアルっぽい感じもいいかもしれないね。あー、どうなんでしょうね。ジャケットぐらいちょっと着て、黒だったらなんかさ、すごいね。僕はもう短パン、T シャツだけでいいかなと思ってます。なるほど。そうだ、ちょっと、まあ、1000万これ車じゃないですか。あ、そもそもこれ新車価格おいくらなの ?1380 万ですね。それをラフな格好で乗るっていうのもいいかなと。今、うちの売り値で言ったらこれ3万6000キロ。確かですね、だいたい800。あ、なるほど、結構いい値段するんだね。なので僕は躊躇してるんですよ。どうなのこれ、2年間乗って距離2万キロ、ね、6万キロ手前ぐらいまで乗りましたって言ったら、はい、結構値段落ちちゃう。売り値ベースで買ったら、売り値ベースで400万ちょっととかじゃない。そんないっちゃう。いや、そんなイメージありますけど。初期を入れたら半値近くなっちゃうんだ。でも どうなんですか。かあ、でも今カーセンサーとか見てるじゃないですか。まあ、やるはずですけど。今で何万キロ稼いましたけど、一番安いので600、プラチナムで多分600の後半とかでしょ。それがまあ、まあ中古並行のみたいな。まあ、6万キロ乗ればもうちょっと当然下がってくると思いますけど。なるほど。クリープがすごいのこれね。じゃあちょっと問題出していい？はい。今アクセルを踏んでるか踏んでないかどっちでしょうか。いいでしょうか。はい。もうちょっと遅いよそれ。さあどっちだったでしょうか。
踏んでません。そうなっちゃうよね、今踏んで、はい、じゃあもう一回いきますよ、はい、じゃあ今は踏んでるでしょうか、踏んでないでしょうか。踏んでます。おお、じゃあもう一回いきます。はい、はい、今は踏んでるでしょうか。踏んでます。おお、やるね。じゃあ今は踏んでるでしょうか。踏んでません。おお、わかる。いや、なんか流れ的にそういうまあでもね、はい、それだけクリープがねすごいよ。もうスーッとニュートラルに一緒に入ったんじゃないかっていうぐらい。僕前のって思ったのが、車重が重いからせいかわかんないですけど、うん、クリープ出してても走っていくんですよ、どんどん下り坂だと。ねえ、だから前との距離がすごく近くなるんですよ。ああ、ほら、だってこれだってもうさ、エンジンブレーキなんてほぼないから。そうです、エンジンブレーキないんですよ、ほとんど。ブレーキ踏む回数なんか多くなんじゃないかなって。流されていく。あ、そう。これなんかさ、すごいね、このヒーターの位置が。これベンチレーターでしょ。はい。あ、うわ、え、お、え、お、え、うぅ。で、ちょっと待って、今からトンネル入る。この内装のこの、どうなの、こういう感じ。あー、どう、ちょっと物足りない。すごいね、これやっぱブレーキ踏まないと本当にどんどん進んでいきますよね、うん、スピードもね、速度減速されていかないね。なんかアンビエントライト的なもの一応光ってはいるんですけど、これ実は調整できるとかあったりしますね。あるんじゃない。設定、設定、意外とさ、内装そんな、後ろがどう、後ろ向ったら暗いだけ、暗いだけです。暗い暗い暗いって感じ、はい。そうですね。あ、いや、あのライトはないんですよ。暗いんだね。これでなんか色付きだったらな。なるほど、意外とこれ運転は退屈だね。そんなことはない。で、退屈で、そんだって一人で運転してると退屈な気がする。そういうスピードを出すとか何かをするとかいう車じゃないと思っておりますが、しようとかも考えなくないですか。うん、ストラーダなんだ、ナビは。ナビの本体が足元にあるんだね。そうなんです。はい、じゃあここでクイズ。クイズです。おお、なんか自分からクイズ言い出すなんて今しかも得意げな顔してた。大したあれじゃないんですけど、はい、今乗ってきた燃費は、いや、さっき分からなかったそうだったんでちゃんと言いましたね。燃費、さっきのマスタングが、赤マロが 6.5 とかだったから5。おお、はい、いいとこつきますね。これで見る感じ 4.9 って書いてます。おお、悪くない。さすが、悪くないんだ。分かんないけど、前乗った時のやつは、あ、これくらいでした、これくらいでした。うーん、早くで、早くで、なるほど。あー、視点がなんか高いねえ。だって今の車って真逆だもんね。さあ、大好きなエスカレードね、欲しかった欲しかったこの形、はいはい、もう買うか買わないか聞いてもらっていいですか。うーん、
かで300万円ぐらい損、はい、車屋さんが買って300万ぐらいの損だからね。300万円で2年間これ所有するかっていうところですよ。月々どう10万円、12、3万円ぐらいでいけるんじゃない。そのね、減価償却的には。あ、いいねいいね。これ音源をここから、まあ僕は十分、うん、確かにまあ十分だね。その差が分かんないですよね、うん、はい。で、愛車紹介、じゃあ、グローボックスってこれボタンなんだ。そうそう、それ壊れたらどうなるでしょうね。そういうこと言わないで壊れない。いや、一応そういうことも考えなきゃいけないかなと思いまして。それやっぱ中古屋さんあるあるだね。でもやっぱさ、アメ車屋さんのさ営業スタッフだとしたら、はい、あ、壊れたら電話してくださいっていうぐらいなって感じなんですかね、うん、え、そんな大事なもの入れないでくださいよみたいな。エアコン切れました、あ、窓開けてくださいみたいなね。やっぱそういうのさらっと言えないとダメだと思うんだよね。ああ、そうですね、うん、うわ、反射してる、やっぱ見えないね、反射してたね、すごいね、今ね。じゃあ一旦、はい、オフはオフじゃん、こっちか。これポジションライトオン、いや、これライトオンだと思う。あ、これか。これはポジション。うん、で、ウィンカーを出してみて。はい。うん、意外と乗り心地はそんなにいいって感じでもないね。これもマグネティックなんとかサスですよね。あ、そうなんだ。でもなんか静かですね、うん、やっぱ無音だとちょっとつまんないかもしれない。あ、音楽もガンガンに聴いてさ、タンクトップ着てさあ、なんかタンクトップ流行ってるのか今これだけを見たら何も言ってるんだろうって思いましたね。ね、そうだね。はい、そのね、カマロ編を見ていただくと、ね、よくよくわかると思います。はい。はい、では今日のまとめもやりながら、はい、走行レビューをお願いします。はい、今回のエスカレートプラチナム編ですけれども、まず見た目、5点満点でお願いします。難しいですね。難しいの。5点です。はい。ちょっとすみません、揺れちゃいましたけど、5点ということで、理由は何でしょう。単純に、はい、好みだからです。好きだと。好きです。あの、もうフロントの、はい、あの、なんていうんですか、威厳がある感じ、うん、あと見た目ちょっとやっぱ高級感出てるじゃないですか、うんうん、で中が新しくなってちょっと操作しづらい部分はありますけど、うん、やっぱ新しいのはいいなと感じた今日でございます。はい、はい、走り、はい、走りはまあ4点。おお、はい、なるほど。それ前乗ってた愛車はと比較しても同じぐらい。比較しても、まあ、そんなにその、乗り心地がいいかっていうと、うん、別に変わらないし、うんうん、ミッションが多分6速から8速に変わってるんですけど、はい、じゃあ燃費が変わってるかっていうとあんま変わってないかなって。なるほど、はい、あ、ちょっと待って、切れるな、これメモリーが切れる。そして4点と。
走りはですね、はい、走りはそうですね、はいはい、そして価格、価格なんで4点5点GT63、はい、フィーリング、フィーリング、フィーリングはいいっす。95点あげたいです。なるほど、はい、このやり方ですか。そうです、なんかフィーリングで感じる部分での違いっていうのはどこなの、一番は。フィーリングで違うっていうところですか、うん、見た目とか、もう装備、装備じゃないですか。あ、そういう感じ。装備がまあなんかいろんな機能がついてるとかで、使いやすくなってるってこと。使いやすく、まあ、なってますし、アップルカープレイとかも多分使えるのかな、わかんないですけど、Bluetooth 機能だって使えるじゃないですか。ぶっちゃけじゃあそういう機能がなかったとしても見た目が変わってたらやっぱそれはそれでいいなって感じ。まあそうです。中は正直おまけなんだとか。なるほど、はい、見た目が大事やつ。そうです。なるほどね。はい、じゃあ買う買わないというところですけど。ああ悩みどころですね、これも。またあ、そうなんだ。はい、まあ答えは一つ、はい、買います。白は、あ、白は大丈夫、黒が入ったら買います。なるほど、やっぱ黒がいいんだ、はい、はい。これじゃあ白乗ってていいよって言われたらどうする。お、車用車で、あ、いいよこれ乗ってていいよって。いや黒じゃないんで乗りませんってなる。いや、あたす、乗りますなる。じゃあ黒の前型と白のこの型だったらどっち乗る、はい、どっちでもいいよって言われた。この先右からの合流があります。提供されたらですか。そう、あ、それは白の今はリモンで黒の自分で買うのは黒を買うっていう。なるほど、はい、そういうことですね。はい、ありがとうございます。じゃあ私、はい、見た目、まあ見た目はまあそれ5点かな。やっぱかっこいいっすよ、はい、このね、よく言います理屈じゃないかっこよさがあるって、はい、シンプルに、なんか華やかさはちょっとないかもしれないけど、ワイルドにかっこいいっすよ。そして走り、走り3点、走り3点、うん、はい、まあ、特にやっぱね、やっぱヨーロッパ車慣れてるかもしれないからあれだかもしれないけど、やっぱクリープがすごい。まあ本当にエンジンブレーキがほとんど、ね、効いてないに等しいのかなと思うぐらいなのに、ブレーキの効きが甘い、はい、効きが悪かったりするところっていうのはやっぱりならではのところ、まあ、これの性能を分かった上で、ね、運転してあげないとちょっとヒヤッとする場面が出てくるのかなって最初は思います、はい、ということで3点で、あとはフィーリング、はい、僕はやっぱりヒルビング65点ぐらいです、はい、やっぱこれをね日本の道路でとか、まあ、あとはね東京都心で乗るとなるとちょっとやっぱ実用性に欠けるかなみたいなところはありますね、そして何でしたっけ、価格、価格新車1400、はい、今800万円ぐらい。僕はでもこれとレンジローバーどっち買うって言ったらレンジローバーの方買うかなっていうところはありますけど、まあ価格どうなんでしょうね。なんか意外と高級感あったなっていうのは正直なところです、はい、もっとなんかチープなパネルとかレザーとかそういうイメージあったんだけど、そんなことはなかったです、はい、でも1400って言ったら結構高いなと思うけど、やっぱキャデラックブランドっていうのはやっぱそうであってしかるべきなのかなっていうふうに思ったので4点ぐらい。僕とは絶対正反対になると。そうだね、はい、正反対っていうことでね、そこはやっぱね好みがありますから何とも言えないですけど、はい、でも乗ってみたい車種だなと思います。でもこれが例えばですよ、よくあのね、なんかね R&B の PV とかに出てくるどっか大きいプール付けの別荘でガレージにこれがポンとかってあるんだったら、はい、そりゃかっこいいなって思うけど、はい、そういう場面じゃなければ僕はこの車は選ばないかなというところです、はい、まあでもね、多分男の人だったら誰もが一度は憧れるキャデラックエスカレード、ね、SUV は人気ありますからね、はい、の王様だと思いますので、はいはい、そういった意味で、まあ、素晴らしいなというふうに思いました。じゃあ今日のレビューは以上になります、はい、2017年モデルのキャデラックエスカレード編、こちらをレビューいたしました。また引き続きオペラーチャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。